ジョン・アクトン初代アクトン男爵、ジョン・エメリク・エドワード・ダルバーグ・アクトンは、イギリスの歴史家、思想家、政治家、アクトン教と呼ばれることが多い。首長に、自由の歴史、フランス革命抗議がある。権力は腐敗の傾向がある。絶対的権力は、絶対的に腐敗するの格言が有名である。イタリアのナポリに生まれる。祖父は、英国海軍将校で、 ナポリの海軍提督、首相を歴任したジョン・エドワード・フランシス・ワクトン。1843年からオスコット・カレッジ、ついでエディンバラ・カレッジで学ぶ。さらに1848年にミュンヘン大学の学生となり、デリンガーの下で暮らす。1855年、アメリカを訪れている。1859年から英国に移住、シュロップシャー州の屋敷に長年暮らすことになる。 同年から1865年まで会議員を務めたが、議会の空気に馴染めず、政治活動にはあまり熱心ではなかった。ウィリアム・グラットストンと信仰を結び、その思想に大きな影響を与えた。また、母がグランウィル教と再婚したことからホイックとつながりを持つようになった。1869年に男爵に除される。晩年はケンブリッジ大学で、 近代史の教授を務めた。主長に自由の歴史があり、自由主義の研究に努め、フランス革命抗議で、フランス革命を批判し続けたエドマンドバークの哲学を体系的に継承し、その復活を試みた。ルソーとフランス革命を、交理主義という偽装的な言葉で、現代化したベンサムの英国型全体主義理論が、JS ミルによって、 社会主義へと発展している事態を憂慮して、バークを用いて反撃に出たのである。ローマ教皇の無ー説を批判した。アクトンは次の格言で有名である。この言葉は1887年4月5日の EN ・マンデル・クレートンへの手紙の中に書かれたものである。この文の後に、アクトンはグレート・メン・アレ・オールモスト・オルウェイズ・バッド・メンと続けている。 生後代、自演、小児ことわざ名言メイク、主婦と生活者、P410、1995年9月、ISBN4 から391117568、レファレンス事例詳細レファレンス共同データベース、国立国会図書館、2015年2月5日、レター2ビショップマンデル・クレートン、エイプリル5、1887第7段落の、第4文。 Published in Historical Essays and Studies, edited by J.N. Figgis and R.V. Lawrence Hutt The Meaning and Origin of the Expression Power Collaputz, Absolute Power Collaputz, Absolutely the Phrase Finder. ありがとうございます。